でいる。おばあ見て。カンデカ。バババババ。バババババババ。バババババ。いいねー。おいえー。おばみーデブー、昨日だか一昨日だかイニフナドラマやってたよね。なんだっけ、なんかね、お父さんかな、主人、あ、カップルで多分女性側の方が主人公なの、うん、なんだけど彼氏が、付き合ってる彼氏のお父さんが確か病気で危篤状態になってるから今すぐ帰んねえとっていう風になって車乗るんだけど、スピード違反で警察に捕まってしまいました。あれ、なんかただのスピード違反なのに長くねみたいな感じでよく見たら彼氏の方が免許不携帯でした。うん、免許持ってなかったっていう話、うん、でそっから彼女となんか別れちゃったみたいな、音信不通になっちゃったみたいな、 LINE で送っても彼女の方からね、ええー、なかなかだ2週間か3週間ぐらい返事なかったからもう送るのやめちゃったみたいなっていう話。なかなかすごい話だな。免許不携帯じゃなかった、免許持ってなかったって一番やべえだなって思って、まあそういうのでいずれ捕まっちゃうんですよね。やっぱ今日ラワンで行こうかな。セガは無理だ。おセガデブ。と思ったけどやっぱセガ行くな。眩しいな。ヒロミさんに見えてしまった。ね。Thank you.
えさせられたいざって何か自転車の鍵をなくしてしまったってたから開いてたね、うん、家の番号もわかんないって言ってたじゃん、うん、いざって時そういうのをちゃんとしてあげてないと困るのかな何これ日産って書いてある会社を別に持たせなくてもいいけどさ家には電話できるように教えなきゃいけないよなって、うん、これか部品工場ってはぁ初めて見て動画も回ってっか詳しくは別に何も言わないけどしなくちゃいけないからやったら